なんだろう、四間飛車かな。慎重派さんですね。でもやっとブラザー軽くなった。助かる。これなんか振り飛車じゃないような気もしてきたぞ。これ嫌な予感がするまくね。3二金とか上がって雁銀してくるんじゃないこれ。四間飛車だとは疑ってごめん。足を開けましょう。さあ、高坂流いけるかな。久しぶりの高坂流やな。ああ、そっち系ね。なんか最近こういうの流行ってますよね。どうなんだろう。AI 的にはなんか、こう、バランス型っていうのが、評価値の面では、いいとされてますけど、人間に差しこなせないと私は思ってるんで、やっぱ人間ミスするからね。AI は攻めも受けもミスほどしないから、玉がいかろうすかろうとあんま関係ないんですけど、やっぱね、普通にね、これどうしようかな、飛車寄っていこうかな。あ、桂跳ねるとね、3二金って上がってきて、あ、別に悪くなるわけじゃないんですけど、ちょっとね、なんか、攻めづらくなっちゃうんで、これで、どんどんいく？場合によっては9五歩同歩同香って捨てて、飛車交換になったら、急に飛車って打って、行くような攻めとかありそう。多分角引いてぶつけてくると思うんですけど。ああ、ちょっと一回引いとく。ちょっとこれ手損かな。ここで交換されたら手損になるんでね。ちょっとあんまり尺なんですけど。桂跳ねてただ角引かれると、今度はなんか単独歩が残っちゃうんで、まあ、一応これで角引きだったら歩打って、許しを請ようかなと思ってるんですけどね。角引だったら3五歩3四歩に飛車寄ってみたいな、そういう予定。なんかちょっと不思議な指し回しですけど、3五歩だったら単に4五歩かな。あ、そっちですか。まあじゃあ行きますか。なんかこの歩突きちょっと珍しいですよね。桂跳ねれなくなるし、こう、将来8四桂とかね、8四香みたいなね、傷ができるんで、ちょっと刺しづらいと思ったんですけど、どうなんでしょうね。まあ、ちょっとこれ同角で角の睨み利かされるのはちょっと嫌なんですけど、4五桂だったらもうちぎって4四歩が厳しいので、全然悪くないとは思うんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ああ、ちょっと手分からん。これ取ったけど、いまいちかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ああ、ちょっとこれ切るの多分やりすぎですね。ですねって言いながらなんで切るのって話なんですけど、その手しか見えなかったんよ。角打つと。3、4、5、6。やりすぎ？これ最悪ちょっとこの隠しの可能性あるんで、正直怖いんですけど、知らない展開を希望。1、2、3、4、5、6。それは4三歩で、これ厳しいですけどね。同飛車に3四角成がめちゃいた。1、2、こうして、これ4四角3七飛車成8三銀の筋あるけど、本当に大丈夫でござるか。多分大丈夫じゃないぞ。あれブッチして8一飛車でも相当きつそう。1、2、3、4、5。まあ取ってからかな。これね、右横系の、やられる時の嫌な筋よね。同玉だったら6二角成で崩壊するんで、
玉引くしかないんですけど、飛車打ち決めるんかな。一回飛車打ち決めますか。なってから飛車打ちだと玉上がられる可能性あるんですけど、このタイミングだったら玉上がりは角ぶっちして4一飛車成が効くんで、合駒するしかないと思うんで、待ってないよね。変に攻めると入玉されるんで、ちょっとまあ丁寧に足しておきます。これまあ次の狙いはまあ当然8二銀成とペロってなって8一飛車成から攻めるみたいな手ですね。時間切れが、ありがとうございました。さて、まあ、高坂流に対しての、まあ、風車みたいな感じですけど、さすがに良かった。あ、でもと一瞬ちょっと変な手指してるかな。まあ、一応ね、この形ね、まあ、バランス型よね。まあ、木村美濃に行くとか、まあ、本部みたいな展開とか、どっちも考えられる形。まあ、この組み方だと、あまり木村美濃に行く人いないです。4八金から、なんか7八金って開いて、なんか6級飛車から2級飛車みたいな感じでね、回ってくるみたいな。まあ、そんな感じでしょう。なんで、ここで例えば2四歩とついて、2六歩、2三銀みたいな、よくある、持久戦型の、大阪流を目指すと、まあ、こんな感じの差し回しかな。まあ、4五歩とくらい取って。横上がりだったらなんか2級飛車とか2五歩ついて、2級飛車って回って、こう6五歩ついてくるっていうね。まあ、こういう狙い方が、まあ右玉でような、よくあるような形ですけど、まあ、一応相手の狙いです。まあ、玉の形よりは、こうバランスと、まあ、地下鉄飛車でね、縦横無尽に駆け回って攻めようっていう、まあ、狙いで。まあ、それがあったんで、まあ、持久戦策よりは、まあ、こっちは急戦策選ぼうかなってことで。7三桂もあったんですけど、まあ、7八金と上がられると、持久戦調の展開に、ね、なりやすいので、なんかこんな感じの展開になっちゃう可能性があって。こうなると、ちょっとこっちもね、攻めづらいので、悪いわけじゃないんですけど、わざわざちょっと選ぶ展開じゃないかなっていう感じでしたね。なんでちょっと積極策。これなんで積極策を逆に選んだかっていうと、皆さんわかりますか？別に絡み合ってもよかったんだけど、積極策を選びに行った理由。レチャンネルさんいらっしゃい、こまくり。これがね、この辺の感覚がわかるようになれば、強くなります。これ断言しましょう。なんでここで7人飛車からの、攻めを選んだのか。別に7三桂から刺しても別にまあ悪くはないし、まあ、2四歩から囲いに行ってもいいんだけど、ちゃんと理由を持って、こう7二飛車って寄ってね、こう7五歩をつけに行ったんですけど、その理由とは、まあ、ちょっと居飛車側の視点からにしておきましょう。わかりやすいよね。さあ、なんで、この策を選んだのか。まあ、さっき言ったのがヒントですね。7三桂で跳ねると、7八金って上がられて、まあ別に悪くはないけど仕掛けづらいっていうのがまあヒントなんですけど、なんで仕掛けづらいのが嫌なのか、うん、ちょっとなんか変な日本語ですけど、この辺がね、将棋の上達において大事な要素ですね。さあ、みんな何でも言ってやれ。別に間違って誰から怒られるわけでもないからね。言ったもん勝ちやれ。多分だけ強くなる。さあ、なんでここは7二飛車と寄って早めに攻める順を選んだのでしょうか。これはもちろんね、そのなんとなくじゃなくて、ちゃんと、いろんな要素を見てね、判断した上で、飛車を寄って、ちょっと早めに攻める形にしました。TK 攻めさん、正解。そう。これ、相手の玉が、手数結構かかってる割に、桂跳ねと銀上がりがね、優先されてるんで、美濃じゃないよね。玉が薄いよね。通常よりもね。こっちはもう、美濃に囲えてるよね。ということで、玉の硬さの上では、こちらが上なんで、じゃあ、相手の玉形が完成する前に、戦いを起こせば、まあ、普通に有利になるよねっていう判断から、まあ、早めに動こうっていう、まあ、こういう手を選んだわけですね。まあ、いいかね。こうやって、攻めていって、で、相手はなんかね、美濃だったら、なんか6五歩とかのね、反撃も、もちろんこれあるんですけど、6五歩、さっきも言ってました、言いながら指しましたけど、端あるかなとかってね、言ってたのは、こう7七角成
同飛車、同飛車なり同桂で、まあ、1五歩ってね、突く手があって、これ、まあ、いきなり端攻めがあるんですよね。これ、桂跳ねと7に、3八玉型な、この場合。3八玉型の弱点をついてます。これ取れば、まあ、いきなり歩叩いていって、同香に1九飛車が厳しいですね。まあ、1五香って攻める手もあるかもしれない。これがめちゃくちゃ受けにくい。これ玉寄って受けれないよね。2八玉って言うと、金タラでポロって取られちゃうし。かといって、まあ、ここに飛車を突きも起きないですよね。角打って受けても1五香と、足しておいて、同香同飛車成となると、この角がね、お荷物の角になっちゃうんで、これは居飛車が大優勢ですよね。そうそう。まあ、こういうね、攻めがあって。まあ、こういう形、結構端攻めあるんで、こういうのもね、しっかり、ここばっかり見るんじゃなくて、盤面広く見るというのは大事ですね。桂跳ねた形のね、端めっちゃ薄いから。なので相手はね、よくある振り飛車の反撃がやりづらかろうということで、まあこれで仕掛けたんですよね。本譜金上がってきて。で、まあここで7三桂で跳ねるかどうかちょっと悩んでたんですけど、7三桂で跳ねると、どっかでね、こう、交換とかになった時に、多分ね、これすぐだったらなんとかなるんかな。1五歩でなんとかなるかな。まあ7四歩とかね、7一飛車がこう、当たってきた時にちょっと嫌だなと思ったんで、一応ね、飛車交換拒否できるように一旦7四飛車できました。まあ、これだったらね、角引きに最悪歩が打てるんで、まあ、それでなんとかなるかなっていう、まあ、そういう判断ですね。本譜は2六歩とついてこられて、まあ、桂跳ねて。そう、まあ、この辺ちょっと細々としたやりとりが発生してますけど、まあ、8六歩と突き捨てていってね。まあ、同歩と取れば、まあ、次歩が一番厳しいんかな、この場合。まあ、同歩同桂、飛車寄りだと構わずなっていって、まあ、これは玉の硬さが違いすぎるんで、勝負にならないですよね。隠れた手が鬼厳しいですよね。43、67のね、成桂と66の角がコンビネーションで、この金1枚のね、玉を狙ってるんで、これはやばいと。そうそう。ただ、本譜同角にもね、6歩とついていって、68飛車に、ちょっとこの辺の攻めが少し雑だったけど、さすがにちょっと角打ちはなかったか。一旦歩打ちの方が良かったかな。歩打って8八角と比較したんですけど、これなんか7七桂の後がちょっと、角があんまり働かないかなって思ったんですけど、そうでもないか。これ、馬寄れるし、全然ありか。突きでどうかなと思ったんですけど、あ、6五歩取って、まあ、銀取れば取っていって、成り捨てて、なるほどね。7七馬。強気で勝ちですか。うん、これはそうか、勝ちですね。まあ、以下、同飛車、同角成は、後々、いきなり2六桂とか、まあ、2六香とかでもね、受けが難しくなってくるんで、まあ、飛車になってきても、まあ、6六角と飛び出して、まあ、次の2六桂が厳しいので、まあ、これは、受けませんね。なるほどね。なんか、いまいち、こう、7七桂で、冴えないかなと思って、やめたんですけど、8七角の方が冴えなかったですね。まあ、5五銀で結構嫌だったっぽい。本譜飛車打ちだったんで、6七歩でね、まあ、これは綺麗に逆に刺さった形になりましたね。隠れていって、まあ、銀捨ててね。まあ、これよくある筋なんで、右玉とか寄せるときにもね、出てくる筋ですね。覚えておきましょう。まあ、同玉だったら、角成りでね、もうこれで、まあ、次、銀取る手も残ってるし、飛車打ちも厳しいし、これはちょっとどうしようもない形になっちゃうんで、取れないっていうね、そういう筋ですね。まあ、玉引いてこられたんですけど、ここで一回2九飛車利かすのも技ですね。角とりあえず一回逃げときたい気持ちもあると思うんですけど、こうなると、飛車打った時にね、
合駒じゃなくて5八玉って上がって受けられる可能性があったんですよね。まあまあこれでも多分ね、歩合わせたら勝ちは勝ちなんですけど、何が違うかっていうと、ここで飛車打っとけば玉上がりには4八角成とね、この角を切る方があるよね。同玉と取れば当然こっちの金取っといて、まあ、次竜引きからね寄せる順があるので非常に受けにくいですよね。これがあったんで、このタイミングで飛車打てば合駒するしかないんで、まあ相手の応手を限定したわけですね。で合駒見てから、まあ、99角成って香車取っとけば、これでねこれ以上相手の玉動きにくいですよね。玉動いたら桂馬取られちゃうし、ほっといても普通になんか銀になってくる手が厳しいので、まあこれはちょっと時間の問題っていう状況ですよね。で居飛車玉めっちゃ硬いしね、まあ、竜と角1枚ではびくともしない形なんで、まあ、これはまあちょっと時間切れではあったんですけど、まあしゃあなしかなっていう、そんな感じでございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。